ジョーのやつが殺されたらしいじゃねえか。犯人を早く捕まえていたらこんなことにはならなかった。何しやがる。マルタン・ルドックの写真を撮った。なんだお前、用もないのに呼び出すんじゃねえよ。その方向に行くことはできないようだ。写真は撮られましたか？写真はちゃんと撮れましたか？それでは急いで現像しておきますから。写真館のジャンに礼を言ってカメラを返した。写真は表にも飾っているんですよ。よかったらそちらの方もご覧ください。親父さんに写真を渡しておきました。よく写ってましたよ。話は父から聞いていますわ。どうぞお入りください。おお、君を待っておったんじゃ。ジャンが持ってきた写真を見せてもらったのじゃが、こいつじゃ。わしが診察したのはこの人物じゃ。こいつが癌に侵されておるのじゃ。他人の名前を使うとは怪しいやつじゃ。わしのカルテを貸してみなさい。名前を書き直してやろう。一体何の用なんだ。バレちまってるんじゃしょうがねえよな。この手紙はシャルルの。バレちまってる。言っただろう、シャルルのやつから預かっててくれって頼まれたものだって。何度も言わせるんじゃねえよ。ここでの使い道は、言っただろう、言っただろう、バレちまって。
おびただしい量の血が床に流れている。あ、警部さんですか。ごよ。よく調べたな。そうだ、俺がガンだ。シャルルの野郎なんか友達なものか。奴は俺が殺した。奴ほど悪どい奴はいない。どうせ俺の命もあと半年。もし俺が犯人だとわからなかった時は、奴から奪った金でロンドンの病院に行くつもりで、俺は自分の悪運にかけたんだ。この犯行がうまくいったら、俺の病気もきっと治ると信じていたのだが。それからナイフ投げのジョーも俺が殺した。殺人現場を見られてはどうしようもなかったからな。本当は奴が犯人として逃げたことにしたかったんだが、奴の死体を早く片付けておくんだったな。しかしお前たちも俺を死刑にできないぜ。俺の命はあと半年だ。せいぜい裁判でも何でもするがいい。いつまでもマルタン・ルドックの乾いた笑い声が部屋中に響いていた。こんなにうまくいくとは思わなかったな。やつめ、自分がガンでないと知ったらどんな顔をするかな。あなたって悪い人だわ。私にまで危ない橋を渡らせるんですもの。しかしお前の兄貴には悪いことしたな。まさかこんなことになるとは。いいの、兄のことはもう言わないで。私はあなただけのものよ。でもあなたって本当に悪い人だわ。だって自分の手は一つも汚れてないんですもの。あなたはたった一つ嘘をついただけ。それも自分は占いができるですって。どんな顔で警部さんに言ったのかしら。おかしいわ。あの警部がなかなか奴を捕まえなかったからな。ひょっとしてこのまま迷宮入りしてしまうんじゃないかと実際思ったからな。それに比べて私は毎日毎日半年間もヒ素入りコーヒーを持って行ったのよ。寿命が縮まったわ。おいおい、わしの活躍も忘れんでほしいもんじゃ。ただのヒ素中毒をガンだなんて冷や汗ものじゃぞ。この町の医者がわし一人だったからよかったようなもの。もうこんなことはせんぞ。この町の医者がブルーアーさん一人だったからこそ僕たちはこの町に来たんじゃないですか。まあの、わしの親友じゃったお前の父親はあのサーカスに殺されたようなもんじゃからの。まあいい、もう終わったことじゃ。
綺麗に写ってるかしら。聞くことがないのでした。写真は撮られましたか？写真はちゃんと撮れましたか？それでは急いで現像しておきますから。写真館のジャンに親父さんに写真を渡し、君を待っていたんじゃ。写真屋が持ってきた写真を見たのじゃが、君が撮ってきた写真は残念ながらわしが診察した人物ではなかった。何か分かればよかったのじゃが、残念じゃ。